ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアバルト695セッタンタアニベルサーリオ2020年式900キロこちらの車両になります、はい、今回の車は僕の熱いリクエストのもとただ僕も気になってる車両です、はいはい、ということで実はもう本当に車欲しくて欲しくて、でその時にいろいろ調べてたどり着いたのがこの695、はい、で特にセッタンタ限定車なんで、まあ、リゼルもいいし、はい、いろいろ特別装備もついてるんで、うん、いいよって言われて、まあ、いろいろ調べまして、はい、もうちょっと買いそうなところまで行ったんですけど、はい、結局買わずっていう状態なんですけど、はい、というわけで少しだけ分かるんで、なるほどなるほど、今回その辺も踏まえてご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずそのセッタンタアニベルサーリオっていうところなんですけど、はい、もう聞きなじみがなさすぎて、まあ、人によっては何のこっちゃじゃないですか。そうですね、はい、でまず何語だとセッタンタっていうのがこれイタリア語でその70周年を意味するワードなんですよね、はい、ということでその70年前の当時のものをいろいろ彷彿とさせる、うん、まあ、外観になってる、はい、でまず外観のこの特徴的なグリーン、はい、これグリーンって言っても一般的ななんか今どきなグリーンじゃないですよね、うん、これ他にあんまないですよね。いい色だなっていう絶妙な色合いだし、しかもこれソリッドなんですね、はい、ソリッドっすよね。だからメタリックも入ってないけど、うん、パールも入ってないという、はい、これがアバルトがこれすごくこう一躍有名になるきっかけになった車の色でもあるんですよ、はい、これがフィアット500エラボラツヨーネアバルトレコルドっていう、お僕絶対言えないですね多分、はい、これは差し込んどいてください、はい、要はルパン三世が乗ってたフィアット、はいはいはい、あの形をしてる、うん、あのフィアットの、はい、そのアバルトのコンプリートカーがちょうどこの色で、はいろいろレースで活躍したりだとか、あとなんか世界記録もなんか6つぐらい充実したりだとかっていう伝説の車のなんか色をオマージュして仕上げてあるということで、だからこれがまず目をめちゃめちゃ引くと思うんですよ。そうですね、はい、そして他にもいろいろ専用パーツがついているということで、バンパーだったりに関してはこれ後期の595のバンパーをそのまま踏襲している感じですよね、はい、ただこの専用のエアロキットがつくんでこのサイドに、はい、両方この色違い の、はい、このオーバーフェンダーがついてくると。であとは装備なんかも日本仕様だと ある程度限られてくるみたいですね。そうですね、はい、本国仕様だといろいろオプションがあるみたいなんですけど、うん、日本仕様だと HID のヘッドライトを標準だったりだとか、はい、であとは専用のこのサソリのマークの、はいはい、デカールも入ったり、うん、これアバルトといえばもうサソリですから、うん、そうですね。これちなみに池田君なんでサソリか知ってますか。あ、そこまで調べなかったです。あ、僕はでもサソリ座だから。あ、近いですアバルト創業したアバルトさんがサソリ座だからです、はい、お、じゃあもう同じようなもんですね。そうです、正解ってことで。というわけでこのサソリの毒にやられる人が続出するらしいんですけどまあおなじみのデカールもこの辺に入ってます、はい、あとはこの辺のデザインめちゃうまくないですか。いや、いいですよね、うん、本当にこれのベースになってるフィアット500の昔のこのシルエットをそのままなんか踏襲してる感じ、うん、だからもう本当にイタリアとアメリカに関してはなんか古いものをこうリバイバルさせたら天才的だなと思う。いやですね、これ最近割とこうクラシック会議じゃないけど、はい、いろんなものがこう昔のものがまた復活してたりしますけど、うん、全然違う車になってるパターンも少なくないじゃないですか。はい、そうですね。そんな中もう一目でこのずっと続いてるフィアットの顔だよねって分かるこのシルエットってやっぱりさすがだなと思う、はい、うん、そうです。でそれを崩さないでこうアバルトでちゃんとこうチューニングカーとして外装も成り立っていると、うん、はい、そしてあとは横を早速回ってきてもいいでしょうか。はい、でこれ特徴的なこのオーバーフェンダーなんですけど、うん、あんまりワイドになってないんですよね。まあ実際そうですね。でも見た目は結構いいですよね。色もやっぱ違うので。確かに、もういかにもオーバーフェンダーついてますって感じなんですけど、はい、これが実は寸法的に言うと本当に10ミリも変わらないぐらい、うん、だから見た目で言ったらなんか15ミリぐらいワイドになってる感じじゃないですか。そうですね。けど実はほぼ変わらないという、本当に薄いオーバーフェンダーがかぶさってるだけです、はい、そして17インチ、これコンペと同じサイズですね。はい、E05 の17インチが標準になると、はい、普通の595だと16インチが標準になるんですけど、うん、まあ、基本的に車の中身も595のコンペを、はい、踏襲しているというかそのままバージョンアップしているような感じになってくる、はい、で専用の17インチがこちら装着する、はい、でセンターキャップもちょっとクラシックな、はいはい、このサソリ、そして足回りも全部595のコンペ由来のものですよね、はい、でこの4ボットのブレンボのキャリパーと、はい、あとドリルドのローターと、はい、あと足回りのスポーツサスペンションも、はい、そうですね、これコニのやつなんですよね。あ、メーカー周り見なかったですね。コニなんですか。コニ製のスポーツサスペンションも全部、うんうん、
だからなんかもう本当にチューニングカーっていう感じじゃないですか、はいはいはい、そしてあとは横はこの全部サイドからつながるオーバーフェンダーと、はい、あとこの辺ザラザラのパーツになってるんですね。そうですね、樹脂の、はい、はい、これサイドも結構ごついですよね。確かに。そしてデカールもこのエアロと同じ高さのデカールがここに入ってる、はい、そしてやってきました、セタンタのエブリンもここについてる、はい、で695とか595とかもうフィアットも入れたら500とか、あの、うん、馴染みがない人だと何のこっちって感じですけどどこに何の違いがあるんだって話ですよね。基本的にはあのアバルト の, そのグレードというか、はいはい、で一応695がトップレンジですね、はい、そうです、はい、まあ、基本的にはもうそのチューニングに関しては一番上のものになってる、はい、あと天井もチェッカーフラッグ柄ということで、はい、可愛らしいですね。これちゃんとこうフェンダーと同じというか、はい、色は多分グレーっぽい感じの、はい、そうですね、可愛らしい。これ純正なんですよね。純正です、まあ、デカールですけどね、はい、こんな感じになる。でアンテナのとこですかね、はい、ここがサソリのマークの蓋になってる。そしてあとは特徴的なこのリアウィング、はい、これも専用品ということで、これが12段階マックス60度まで立てられるという、はい、あのみんな立てがちですよねこれ。まあ、見た目そうですねちょっといかつくこうやんちゃに行くのであれば、はい、だいたいこう立ててあるということで、でこれもなんかなんちゃってじゃなくてちゃんと外装を効くようになってて、はい、なんとマックス200キロ、で60キロのダウンフォースが得られるような仕様になっていると、はい、立てるとそうですね、アバルトのこの文字が見えるので、そうですよね、はい、よくそこ色入れたりするケースとかもありますけど、はい、こんな感じのリンクで、これ実はあれなんですよね、あのセッタンタだけの装備じゃなくって、はい、全く同じ形のものがアンノ・デルトーロっていう限定車にも、はいはい、牛年記念車らしいですけど、それ、はい、そのモデルにもついてると、はい、そしてあとはリアに関しても、専用装備595に習ったリアバンパーと、あとレコードモンツァのマフラーが標準装備になると、はい、この辺はコンペに準じてる感じです、はい、そうです、はい、あとは何といってもこのボディのちっちゃさじゃないでしょうか。可愛いですよね。これ幅以外はほぼ軽自動車規格なんですよそうですね。だ全長に関しては3360、はい、そして全幅の方が1630ということで、はい、そこだけ軽自動車の規格超えちゃってますけど、はい、ほぼ軽自動車みたいなぐらい、うん、でよくあの引き合いに軽自動車出すと、あの対象にすんじゃねえ、比較すんじゃねえって怒られるんですけど、はい、あのあくまでサイズ感のイメージなんで、そうですね、はい、なんとなくあの全然見たことないよっていう方にもイメージとして伝われば、はい、でホイールベースもめちゃくちゃ短いんですよね、はい、ホイールベースが約2300ということで、はい、もう本当にこれも軽自動車より短いぐらい、うん、でこれでこの後紹介しますけど、とんでもない馬力と走りができる車になってるんで、はい、まあ、本当にちっちゃいからみんなこう可愛いなと思うんですけど、うん、スペック的なのは結構モンスター級というか、はい、だからこれそのまま大きくなったらとんでもないスーパースポーツぐらいのスペックを持ち合わせてる、はい、パワーウェイトレシオがすごいですよね。そうなんですよね、うん、こんな感じの外観になっております、はい、続いて内装見てみたいと思います、はい、このドアノブは引くタイプですね。そして内装も専用装備盛りだくさんということで、専用のレザー&アルカンターラシート、はい、形状に関しては普通の595と一緒ですよね。はい、ただこのステッチの貼り方とか、うん、シートの素材なんかが専用のものになってる、はい、この辺もいいですね、渋めの、うん、質感結構いいですよね、高級感もあって、座ってみるともっとびっくりするということはい、それであとは専用のマットも、はい、こちらも付属してくると、これもレザーと質感めちゃくちゃ高いです、はい、そしてステアリングもこれ専用ですよね、うん、そうですね、はい、上がアルカンターラで真ん中がセンターカーボンのセンターマーキングが入っているこちらの、はい、ものになっております。であとは限定車ということで、専用のプレートがセンターのコンソールのところに入っていると、はい、内装に関しては基本的に500に準じてるんで、うん、もうむちゃくちゃ豪華になってるかっていうとそんなことないですけど、はい、あのところどころやっぱりスポーティーになってて、そうですね、非常に特別感がある、結構でも限定車って感じが、確かに、はい、やっぱり外装こう限定車があっても、内装ってこう乗ってる状態だと外装見えないじゃないですか、はい、か内装のこう特別感ってすごく重要ですよ。そうですね、はい、開けて結構いい感じですね、ある内装になっております。続いて乗ってみたいと思います、はい、このスカーフプレートもアルミのアバルトロゴ入りスカーフプレートが付いてるということで、あとは決してドア大きくないんですけど、うん、あの車体に対してドアがでかい、そうですね、はい、ということで開口部は余裕の開口部です、はい、そして乗り込むと、あの池田君も乗りますか、あのシートめっちゃ硬い、硬い、めっちゃ硬いんです、はい、サベルトのこのあのもう形こそセミバケですけど、はい、フルバケ買ってぐらい硬いですよね、はい、もうホールド感もすごいですよね、この足
の部分が座面のクッションも硬いし、横のこのサイドサポートの立ち上がりも、うん、はい、でクッション自体実際こう触るとそんなにこうめちゃくちゃ硬くないんですけど、はい、形からかな、すごくこうホールドがいい、はい、硬いし、で背中もこのちょうど真ん中が少し押し出されてる感じ、はい、だから猫背の人は少しきついかもしれないです、うん、で横のこっちのサイドサポートもすっごいしっかりしてる、はいはい、こんな感じのスポーツシートになっております。そして高さは結構高いですね。座面高いですよね、着座位置は、はいはい、で高さ調整ついてないんで、まあ、基本的にはスライドとこのダイヤルのリクライニングだけということで、これサベルト製なんですよね。サベルト製です、はい、サベルトといえばあのフェラーリとかマクラーレンにも供給してますから、はいはい、その辺の信頼性も抜群かなと。そしてステアリングは先ほど触れたこのステアリングはこんな感じで、パンチングこの穴ちっちゃめのやつですね、はい、でカーボンのプレートになってて、もう装備に関しては本当に最低限ですよね。そうですね、はい、今時のあの同価格帯の車で言ったら、うん、あの ACC もついてないですし、はい、まあ、いろんな便利装備安全装備なんかもだいぶ省かれてる感じ、はい、まあ、基本的なマルチファンクションとっていう感じですか、はい、そして今回の車はオートマということで、はい、パドルもしっかりついております、はいはいはい、こっちですね。そしてメーターがアバルトってずっとまだ鍵なんですよね。そうですね、はい、ジャックナイフのタイプですね。ピアットはもうボタンになったんですよね確か。ああ、なりましたね、はい、はい、そしてメーターこんな感じでアバルトロゴが出てくる専用メーターになっております、はい、そしてメーターがこのレブカウンターが真ん中にあるやつ、そうです、切り替えがこうできます、はい、モード切り替えで、こっちのモード切り替えで表示が変わると、はい、はい、でこんな可愛いメーターなのになんと最高速は220キロということで、はい、なかなかバグっております、はい、そしてこっちがブースト系、はいはい、マックス2キロまでのブースト系で、ここにスポーツが出るんですよね、はいはい、後付け感満載の、はい、いいですよね、でもこのなんかやる気満々な感じも可愛い、そしてメーターフードがアルカンタラになっているということで、はい、ここちゃんとステッチも入っております。そしてナビに関してはナビじゃないんですよね、これ、はい、モニターということで、はい、まあ、基本的にメディアとあとカープレイがつないで使えるような、はいはい、こんな感じの、この辺はまあ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 って感じですかね。まあもうスマートフォンでカープレイ使っていただければ、はい、基本的にラジオだったり、はい、その辺がついてると、はいはい、あとメディアに関してはこの下の USB に差し込んで、はいはい、携帯つなげてもらう感じになるかと、はいはい、あと Bluetooth ですね、はい、あと Bluetooth か、はい、そしてあとこの辺がスイッチ類モード切り替えのボタンだったり、あとエアコン関係、日本仕様だとオートエアコンがなんと標準装備ということで、はい、コンペになるとオートエアコン標準装備ですよね。はい、そうです。本国だとオプションなんですよね。オプションです、はい、はい、というわけでこの辺なんかもしっかりついてくると、あとトラクションコントロールと、はい、あとオートマなんでこのボタンということで、はい、はい、あとパワーウィンドウと、はい、あとこの辺がコンソールアームレストとかはありません。でこのアルミかな、多分アルミですよね、はい、プレートがついてると。サイドブレーキ引けるじゃないですか、はい、引きますよ。ちょっとこのあのモコモコしてるのが少し気になりますけどそうです、結構太めですね硬くない太めの、はいはい、サイドブレーキ。そしてペダル類はあの正直いきますよ、はい、あのめちゃくせあります。あのまずブレーキがだいぶセンターより左側です、はい、そしてフットレストはこのセンターコンソールの影につま先だけ置ける感じ、はい、全体的なイメージで言ったらこういうイメージ。あー、そうですね、はい、斜めに座るような感じですね。ただまあ普通にまっすぐ座って操作できないかっていうとそんなことはないんで、まあ、右ハンドルゆえこんな感じのレイアウトになって、はい、アクセルはそんな癖ないですよ。ただペダルはちゃんと専用のこのアルミのカバーになってるんで高級感は非常にあります。そして足元は車の車格から言ったら全然狭くないです。はい、そうですね、はい、結構広めの助手席も十分あります。むしろマクラーレンの方が狭いんじゃないかっていうの、はい、そんな感じの足元になっております、はい、そしてあと天井関係に関してはもうピラーもこのプラスチックです、はい、そしてサンドシステムは基本的に通常のやつですよね。そうですね、標準の。あの車とか本国だとあのビーツのサンドシステムがオプションだったりするみたいなんですけど、はい、まあ、基本的には通常のものになっております。そして天井はこうファブリックなんですけどあのアバルトの天井いいんですよね、はい、普通のあの一般的なヨーロッパ車ドイツ車みたいな天井じゃなくて少しこう手触りのいいファブリックの天井になってる。でバイザーはこのビニールのタイプですね、はい、はい、これになっております。でこのミラーがフィアットグループを感じますそうですね、ちょっとアメ車感のある、はいはい、このミラーになってると。こんな感じの内装になっております、はい、続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろはもうこれ実質荷物置きというか荷物置きですよね。乗って全然乗れなくはないと思うんですけど快適かっていうと多分イナなんで、はい、
まず僕はもうビジュアル的に無理なんで、細身の池田君、はい、行ってみます。まあ、でもシート前行くんで、それで一番前ですよね。一番前です、はいはい、乗り込みは大丈夫です。あ、はい、いける感じ。いや、あの長時間はきついですねあのもちろんやっぱ足元もそうですし、はい、そうですよね。背もたれのこのヘッドレストが、はい、ちょっとせっかくなんで開けましょうか。ヘッドレストが、はい、あの肩甲骨マッサージされてる感じにちょうど入るんですけ ど低すぎちゃって、ヘッドレストを上げても、はいはい、もう頭触れますね。そしてもうほぼリアガラスに、はい、ついちゃう感じで、はい、なんかこう寄りかかるのは難しいです、はい、高さも全然なく、はい、そして装備的なものも何もないんですよね。何もないです。エアコンの吹き出しも、はい、カップホルダーだけですね、はい、シガーもないと、はい、そうですね。カップホルダーは一応リアが使えるようになってる、はい、というわけで大人4人はきついですけども、まあ、小柄な方だったりだとかお子さんだったりだとか、そうですね、また基本的にはほとんど2人乗りで荷物を着て使っている方が多いんじゃないかなと思います、はい、こんな感じのリアシートになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクはもうオーソドックスなので握って開けるタイプ、はい、意外に軽いんですよね。あ、そうですね、はい、全然こう女性の方でもいけちゃう感じかなと、うん、そしてトランクは意外に広い185リッターということで、はい、これ内装内張りがなんかこう割とこう簡略されてるゆえにこう結構取れてる感じが、そうですね。ただ日常使いだったらかなり便利に使えるサイズなんじゃないかなと思います、はい、そしてリアシートを倒すとなんとマックス550リッターということで、あのキャンプ行けるじゃないですか確かにもう乗れないんだったら倒しちゃってもいいかもしれないですね。確かに本当にでこの手の車に関してはかなりあの積載能力がある感じじゃないかなと思います。そしてこの下も少しだけいいっすよね。だからこの分かります、あの車の価格からしたら信じられないこの構造と、はいはい、素材ですけども、この下にも少しスペースがあって、はい、パンク修理キットと、はい、牽引のやつが入っております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 1368cc 約 1.4 リッターの直四ターボ、馬力の方がこれ後期コンペと同じ180馬力、はい、そしてトルクの方が 23.5 キロってことなんですけど、これの数字だけ聞くと、うん、日頃こうなんかスーパーカーとかあの役付きのドイツ車をご紹介させていただく機会が多いんで、はい、あの可愛いなって感じなんですけど、はい、これリッター換算とか車重換算でいくと、うん、とんでもかなんですよ、ね、とんでもないですね、はい、というわけでこれマックスなんと225キロ出るということで、はい、信じられます、このサイズの車が200キロオーバーで走るスペックあるんですよ。いやすごいですね。そして0-100に関してはまあミッションなんかの関係もありますので6.7 秒っていう驚きの数字ではないんですけれども、はい、まあこれだけのエンジンですから細かく解説していくと、エアクに関してはなんと BMC の、うん、BMC って確かイタリアっすよね。イタリアですよね、はい、社外エアクリなんかでおなじみの BMC のインテークシステムになってて、タービンはギャレット製のタービンということで、はい、まあ、だからメーカーチューニングカーということで、うん、そんな感じですね、はい、こんな感じになっております。そして、今回ご紹介させていただくのがオートマ車ということなんですけど、はい、基本的にマニュアルとほぼ全部一緒なんですよね、うん、構造はもう似たり寄ったりっていう、あの基本的にマニュアル操作を油圧の制御でやってる感じということで、はい、ギア比に関してもほぼ一緒、一足だけギア比が少し違うということで、はい、あの 2,3,4,5 5速オートマなんで、5速まで全部一緒ということで、はい、まあ、あとはもう本当に好みの問題だったりとかで選んでいただくのがいいんじゃないかと、はいはい、こんな感じの仕様になっております。続いてトーカレー見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音も聞いてみたいと思います。お願いします。
ていきましょう。はい、今回はあの池田君にこの僕がアバルトの何やってるわけじゃないんですけどアバルトのこの素晴らしさを池田君に感じてほしくて、はい、はい、池田君ドライブから。じゃあ僕 もうちゃんとまだ乗ってないんで、はい、初ですね。ちょっとじゃあいきます。こっちが通常のモードですね、はい、いや実は本当にお客様の車で595のコンペかな、はい、のちょっといじり物を乗せてもらって、はい、まあ、高速少し、うん、まあ、回送で乗ってていいよって言われて、はい、乗ったことがあるんだけど、そういうマニュアルね、はい、めっちゃ感動して、うわ面白いと思って。確かにこれ、まあ、普通にもうパッと見この小ささで180馬力ってとんでもないですよね。めっちゃ軽快なのよ。だってミニでもだって1トン300、400、はいはい、300ぐらいかで、クーパー S で180馬力じゃん、はい、こんなにちっちゃい同じだけ出てんだよ。あ、ミニのゴーカートフィーリングっていうのにはほど遠いんですか、それとも近いんですか、超えてるんですか。別、あまた別。なるほど。あ、でも結構ステアリングは遊び多いんですね、はい、というわけでちょっとセッタンタのベースのとこから振り返ると、はい、まずこれ限定車で、うん、全部で100台限定、はい、でマニュアル50台オートマ50台、はい、でマニュアルだけ右左選べると。はい、はい、で一応枠自体はなんか100台100台あって、うん、200台ぐらいっていう話です。あ、なるほど。最終的に何台国内で販売されたのかって調べたんですけど出てこなかったんで、はい、一応その最初の具体目としては、50台50台の、うん、なるほど、トータル100台限定ということで、で全世界1949台限定、1949年ちなんですかね、はいはい、70周年記念車なんで。で本国仕様だと、いろいろ日本仕様と違って、なんとボディカラーも5色あるっていう。おー、いいっすね。黒とか青とかシルバーとかあるという、はいはいはい、そして新車がちなみに434万円ってことなんですけど、現在プレネで、そうです、はいはい、若干高い金額で取引されてるという、はい、だこれ本当にもうそういう時期なんだなっていう、うん、はい、いう感じがします。硬て硬いよね。これ今コンポですけど、はい、結構硬いですね。シートも硬ければ、そう、シートの硬さ結構重要だと思う。あとシフトのやっぱこれ特徴的ですよね、うんうん、いわゆるオートマとか DGT とまた違う、はい、わすげえ、スポーツモードにしたら一気にステアリングのパワーステの重さ変わりましたね。じゃあちょっと軽快に走ってみて。軽快に、はい、じゃあマニュアルパドルで。すごくない？おお、すごい。あ、でもこのシフトってやっぱ独特ですね、うんうん、仙台スマートほどじゃないけど、うん、昔の BM の SMG ぐらいの、そうですね、そうですね、そのぐらいのシフトスピードだけど、ハンドル重た。でもしっかりしてるのはいいですね、このフィーリングは。であと今回カメラマン含め3人乗っちゃってるんで、はい、こう1人で乗るのと3人で乗ったのだとだいぶフィーリングが多分違う。そうですね、確かに。1100キロでしたっけ。1100キロガソリン満タンで1100キロ。ちなみにガソリンは35リッターしか入ってないですだついついこう軽自動車を引き合いに出しちゃうんだけど、乗ってる人とか好きな人からすると、はい、お前なんてものと比較してんだと。確かにそうですね、はい、全然違うんだよと言われることが多いです。国産のあれですよね、例えば2リッターぐらいのスポーツカー、うん、であるじゃないですか、うん、あの辺全然対等にっていうか、もしかしたらそれ以上のパフォーマンスポテンシャル持ってますよね、多分この感じだと。確かに確かに確かに。ただ気になるのがやっぱさっき土屋さんもおっしゃったこのペダルのレイアウトと、うん、着座位置と、うん、やっぱこのシートポジションっていうのがちょっと合わせづらいなっていうのはありますね。シートがね、これは合う人は合わない人いると思うんで、うん、興味のある方座っていただくといいんじゃないかな。確かにそうですね。あとはもちろんその部分にお金はかけてないんだけど、はい、まあ、新車で143万円、うん、まあ、今現在動画なんでプレミア価格、価格に関しては控えますけど、はい、その金額と思えないこの内装プラスチックなドアとあ、そうですね、プラスチックなダッシュボードと、うん、はい、この辺のトリムと、特にドアに関してはほぼプラスチック、はい、もうそうですね、はい、見えるところが商用車かっていうぐらいの、うん、そこじゃないんです、はい、そこじゃないんですよ。いやでも走り楽しいですけどね。
これね、本当に一人で高速道路とか乗るとめちゃくちゃ楽しいの。あ、名古屋で乗せてもらって、うん、もうびっくりした。うわ楽しいと思った。いやですね、いや結局もう300馬力もあったら正直なかなかこう踏み切ってとかってないじゃないですか。もうね使い切れるもん。そうなんですよね、使い切って遊べるような車ですよね。これおもちゃにだからめちゃくちゃいいと思う。走り出しもこのクリープない感じですよね。そしてこの爆音のマフラーそうですね、あのなんでこれが許されて車外のちょっとうるさいマフラーがダメなんだっていう、うん、思うぐらい爆音。確かに何なんだろうね、イタリア車枠があるのかなドイツ車国産車あんまり爆音許されないイメージだけど。そうですね、確かにレコードモンツァって生むいっすよね。ただあのルールに乗っとってんのとマナーに乗っとってるかどうかまた別の話なんで。そうですね、まあ、住宅地とか、まあ、そういうところで使われる方はちょっと気をつけていただいた方がいいのかなと。はい、書いてますね。いいね。あ、まあやっぱパワーがパワーなんで怖くはないですけど、うん、いやだからここから触ってもいいかなと思う。うん、そうですね、うん、タイヤ違うの履いたりとか、はい、面白い。これ楽しいよね。楽しいです。で、やっぱ FF なんでこのフロントのステアリングに伝わってくる感じめっちゃしっかりあるんで、ぐいぐい引っ張っていく感じ。うん、怖くはないです。ただ、はい、怖くはないですけど逆に今スポーツモードでこう少し重みも感じてる中で、これスポーツじゃなくてコンフォートっていうんですか。うん、この通常モードでも思ったんですけど、このセンターにハンドルを戻そうとする力。まあ、多分もうストラットとかの構造上の問題もあると思うんですけど、うんうん、センターに戻ろうとするのが結構あるんで、うん、トルクステアだよね。そうです、それがやっぱグググググってこう加速時にこうハンドルがこう取られる。そうなんですよ、それはちょっと結構大きめですね。もうザ・ FF っていう感じの、うん、本当そんな感じです。へえ、ちょっと癖はありますけど、はい、慣れちゃえば全然。そしてアバルトいろんな限定車が出てますけど、特にこのセッタンタは人気ということで。いや色がいいですよね。プレミア率もかなり高い、はい。まあ、あと特殊車両でビポストとか。ああ、ビポストもいいですよね、うん、あとトリブートフェラーリとかもありますけど、うん、まあ、それぞれこう人気が違ってくる。ビポストの方が過激なイメージはありますね。でも過激だよね、うん、もうあれだってドグマであるそうエアコンレスドグみたいな、ああいうのもある。まあ、そんな中こうクラシックな外観でパワーも出てて特別装備もいろいろついてるこのセッタンタはやっぱりこう人気なのはすごくわかる。ただあれですね、やっぱこの樹脂が影響してるんだと思うんですけど、ロードノイズは大きめですね。ああ、そうね、静粛性というか、このバーっていうこうロードノイズも聞こえるし、だ逆にエンジンの音とかマフラーの音もしっかり聞こえる。そうですね、でも気の利きも全然、対向キャリパー十分ですね、これは。そして、そして今回後ろが狭い狭い、ぐちぐち言ってしまいましたが、なんと今回3人乗りで、はい、カメラマンが後ろに乗ってますけど、意外に大丈夫っていう、うん、大丈夫。めちゃくちゃ快適。快適ってことはない。快適はちょっと嘘じゃない。いや、走り出したら。なるほどね。走りやすいと柔らかいと。で後ろの方が案外良かったですよ、ギャップが。だ天井高さと、あとこの幅の狭さ、まあ、だ確かに911なんかに比べたら全然乗れるね。うん、全然全然乗れる。スッチのこのシートの前に、いや、ちなみにシートめっちゃ前だからね膝ぶつかってるからね、はい、そこまですればまあまあ後ろ乗れる。そうですね、まあ、でちょっとした移動だったら確かに大人3人4人確かに大丈夫そうですね。いやだから日常の足にめちゃいいと思う、うん、マフラーの音が結構大きいんで、うん、ちょっとフォーマルなとこ乗ってったら改造車感が少し出ちゃうと思うけど、けど別にこれなんだろう、どこに乗ってっても、はい、なんかこう恥ずかしくないというか、うん、ミニに少し通じるとこあると思った。うん、そうですね、うん、なんか全然いやでもどうだろうな、今ホテルのあの車に設定をと思ったけど、このホテルの車に設定だと少し改造車感出ちゃう。確かにちょっと走り要素は多めですよね、確かに。でもなんかやっぱりこうクラシカルな外装で、なんか車好きなんだなっていうのがすごい伝わってくる感じのシルエット、うん、はい、そうですね、
贅沢っちゃ贅沢ですけど、個人的にはすごいちっちゃめのサーキットで結構ガチで走ってみたい感じです。この車めっちゃ楽しそうです。だから思ったんですけど、荷室結構あるじゃないですか。でタイヤサイズちっちゃいんで、例えばスポーツ走行する人とかも、あの要は走るとき、あの例えばもうちょっとハイグリップのやつ履きたいとか、そういう方でタイヤ持ってったりすると思うんですけど、全然積んで出ちゃう。だからもうビポストがそういう車だよ ね、 そうですね。だから通勤に使ってそのままサーキットに行けますよっていうコンセプトの車だから、うん、はい、全然 もうそれとベースが一緒なんて同じことがまあやろうと思えばできちゃうっていう。確かにタイヤもうちょっとグリップあるタイヤ履いてもいいよ ね。このパワーと乗り味だったら小回りは全く問題なさそうですね。小回りめちゃ効くよ、うん、ちっちゃい、ちっちゃい。池田君知ってますか、アバルトもついに EV かって、つい 2,3 日前かな。はいはいはい、ちなみにちょっとこの間、はい、あの高野店長とも話したんですけど、フィアットの EV って今カーシェアだけなんですか。え、そうなの。うん、なんかそんなことを言ってました。なんか走ってるの見て、うん、あ、もう EV 出てるんだなんて言って調べたら、なんか今カーシェアしかない。あ、カーシェアじゃないかな、リースかな。ホームページのトップがもう 500E だっけ、うん、はいはいはい、なんだよね。うん、なんかただあの通常と違う感じですね、購入というか。あれはだからどうもアバルトのガソリン車も2024年ぐらいで終わるんじゃないかって言われてる。うん、じゃあもう貴重になってきますね。やっぱり大きい区切りになってくるから、この辺の車って絶対貴重な存在になると思う。うん、特にちっちゃい車のこういう個性的な車って、うん、あのやっぱり持ってて困らないから、そうですね、後々こう欲しいっていう人がやっぱり出てくる、出てきやすい、うん。まあ、もちろんそのなんか転売を進めたり、なんかそのリセールありきでその車を進めるわけじゃないんだけど、やっぱりそうなってからだと手に入れられづらくなっちゃうから、はいはい、そうですね、まあ、興味のあるうちにと思って僕も欲しかったんです。じゃあ、はい、あの動画が上がる頃には次は愛車紹介っていう形でいいですか。マニュアルがいいです。あ、マニュアルがいいです。そこなんですね。なるほど、そこなんです。セッタンタのマニュアルがあんまり出てこないんです。ん、はい、マニュアル出てこないですね。あとはもういろんな限定車あるじゃん、リバーレとかさ。はいはい、そう、多いですよね。でもその日本に入れてる仕様がいろいろあって、リバーレだとマニュアルがありませんとか。うん、そう、ただ並行車も結構入ってきてるみたいで。まあちょいちょい見ますよね。そうそう、リバーレの左ハンドルマニュアルもありますよなんて、うん、いうのも見かけたりとかするんで、まあ、この辺だったらもう並行車も減ったくれもないから、うん、まあ保証だけですよね、まあ、そうそうそう、自分で乗る分にはいいかなって。まあもちろんお客様に勧めるのはまた別の話だけど、うん、年式的にまだその新車保証が残ってるんで、保証だけ日本の正規ディーラーの保証が使えないですけど、逆に保証切れちゃえば、うん、うん、あと整備とかは自分のしてるとこできますよとか。いや、ぶっちゃけメカニックとかも全部自分でやるから、うん、そういう人は並行車も壊せるんで別に何でもいいかなって思ってしまうと。後付けの LSD これ入れて、あ、いいですね、はい、あ、そう、オートの LSD じゃないですもんね。ないんです。マニュアル、まあもちろんマニュアルセッタントだったら LSD 標準装備とかいらないけど、うん、他の後期コンペとか買って、まあ、LSD 入れてもいいし、はいはい、うん、マニュアルもでもこのペダルっていうかこのドライビングポジションで、ここに要はシフトレバーくるんですよね、うんうん、左マニュアルでもいいかなと思って。いいですね。なんかちょっとなれないですね、本当に着座が高いから。そうなのよね、椅子に座ってる感じ。これね、でもパーツいろいろ出てるんじゃないかな、アバルトだったら。あー、ローポジションレールとか。はいはいはい、ないかな。いや、あるんじゃないですかね。とにかく改造するパーツむちゃくちゃあるんだよね、アバルト。だその辺も少しミニに通じるとこあるなと思って。はいはいはい、アバルトってでも本当それこそ筑波サーキットとか、アバルトのなんかこうカークラブっていうんですか、あれで走行会してたりとか結構見るんで、ブレーキめっちゃ効く。ブレーキめっちゃ効きますね。めっちゃ効く。なんかガチで踏んだら、うん、ロックしちゃうんじゃない。ロックしちゃいそうでね、踏み応えすごくあるの、うん、ふかふかブレーキじゃなくて、はい、ちゃんと遊びが終わったらもうしっかり、うん、あの踏み応えがあるブレーキ。わかりやすいですね。クサンスやとちょっと違う感じで、ステアリングはもう重たいです。205のタイヤだと思えないぐらい重たい。そうです、はい、
れこれバブリングみたいにちょっとしてる、バフって言ってるよね。ちょっとバフって言ってます。でシフトの変速スピードはもう SMG2 みたいな、そうですね、そのぐらいのシフトの変速スピード、なんかでも本当ターボ車って感じ、ね、そうだね。軽快、軽快3人乗ってこれだもんね、はい。まあ、フル加速しようもう本当に大パワーの車みたいにグワーっていう、こうそうねそうね、そのぐらいの加速感あるよね。 はい、感じますね。実際流れてる景色はそんなことないけど、うんうんうん、体感そう、速度感もすごくあるねちっちゃいから軽快ですね。全然法定速度内の加速で、うん、あシフトアップの時にいい音しますね。そうね、バーンって言ってるね。なんでこれが許されるのかな本当に楽しいなこれ。いやこれいいよ、だこれ足にってすごいいいと思う、うんうん、おしゃれだし。あとはもういい、つい先日これの改造したやつを動画でご紹介させていただきましたけど、はいはい、やりましたね。いろいろやってもいいかな、うん、やっぱこの辺の感じを変えるならそうですよ ね、張り替えとか。ちょっとドア独特だよね、なんかさ、あのドアブレーキもなんかこう、うん、グングンみたいな感じじゃん、はい、なんか どこで止まるのみたいな。確かにそうですね次のドアブレーキのとこがなんかめちゃ遠くてなんかこう急にグッてくる感じとか。でも窓も大きいから視界もいいですね。そうね、うん、いやでも本当に後ろ乗ってる人が意外にそんなに快適って言われると思わなかった。確かに、はい、なんか荷物置きとか言ってすいませんって感じだからもうこの硬さが嫌じゃなければ絶対楽しんでくれますよね。早いねこれ。あのシフトスピードはそうでもないけど、うん、パドルの反応速度は割と、うん、だから本当にこうなんて言うんだろう、パドルで操作はしてるけど、うん、スリーペダルと同じ動きする、ね、あそうだねそうだね、はい、ちゃんと一回こう、そうですね、トラクションが抜けてっていうか、はい、加速が一回抜けて、そうです、まあ、クラッチが切れて繋がってっていう動作が分かりやすいですよね。今大人3人乗っかってるからそんなにこうトラクション変えちゃうってこともあんまないかもしれないですけど、いやだからこれ一人と全然挙動違うと思うのよ、うん、これだけあれだったら車明るかったら。でまあトラコンもオンですもんね、オフにするともしかしたら結構このパワーでこの車体で変えちゃうかもしれないですね。え、楽しい、楽しいです、はい、ありがとうございま す。じゃあ来週ちょここを生やしといてもらっていいですか生やしといてもらっていいですか。ちょっとマニュアル欲しいですね、右ハンドルないですからね。いやでも俺多分あの僕と同じようにあのマニュアルとオートマ悩んでる人っていうのも少なくないと思う。いやそうですね、はい、結構アバルトって確かにこれこのまあセッタントだけじゃなくてマニュアル探してる人も多いですよね。個人的にはマニュアルが欲しいけど、例えば家族家で使うとするとやっぱりオートマでうちの奥さんも乗れた方が便利だなとか、うん、はい、でこのサイズとこの荷物詰める感じだったら買い物にもいいし。そうですね、はい、確かに。あとはうちみたいな駐車場が狭い家でも困らないっていう、はい、駐車場は困らないですね。駐車場問題は困らない、どこでも止める。うん、そしてね最近こういう小さい車のね役付きのね、価格維持率がね大変なことになってるのよ。あそうミニもそうだし、そうですね、そうアバルトもそうだし、あとスマートのブラバス、はいはいはい、最近値段チェックしてる。いや最近やばいのよもう。でも問い合わせというか、うん、この辺探してる人多いなって印象はありますね。最近東京でもミニとかやっぱ結構入庫あって、うん、まあ、実はまあこの動画が上がる頃多分出てると思うんですけど、うん、ミニカスタムしたやつちょっと店頭に置くので、結構やっぱこうその辺それもまあジョン・クーパーワークスベースなんですけど、やっぱ役付きというかこうトップグレードのコンパクトは今注目されてるかなって感じします ね。本当にみんななんかやっぱりなくなっちゃうと欲しい。これね、ハンドル切り込んでってオンにした時のさ、はい、グーってこう、ね、ハンドルの手応えやばいね。やばいです。フロントのもうそのトラクションとかグリップ感が分かりやすいですよね。
もう直でなんかつながってる感じが、うん、あで、あとこれアイドリングストップないの。あ、そうですね、ナイスナイス。ないよね、はい、最高ですいつもこう精神正常良くない、はい、そうね、良くないからね、乗ったら真っ先に切りますけど、買い間、ま、あとナビぐらいですね、はい、ナビはもう元々使わない人間なんで、はいはい、あとはまあ言ったらマフラーがオンオフできたらいいかなっては、ちょっとやっぱりちょっと住宅地、うちも住宅地なんで、はい、まあ、朝、まあ、もちろんその今時の車なんでずっと暖気しとく必要もないですし、うん、まあ、乗ったらすぐ出かければまあいいんでしょうけど、もう少しオンオフマフラーできたらいいかなっていうのは思います。うん、結構アイドリングでも最初エンジンかけたてとかアイドルアップ結構音大きいんで、はい、そこは結構気にされる方いらっしゃるんじゃないかな。4気筒で排気量小さいですけど、ゴロ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 言いますもんね。でレコードモンスターのこのマフラーは標準装備なんで、はい、多分なかなか静かな方に変えるっていう人は少ないと思う、うん、で他にもいろいろマフラー出てるんで、はい、まあ、違うニュアンスのマフラーとかもうちょっと音を大きくとかっていうケースはあっても、うん、これを静かにしちゃうのちょっともったいないなっていう多分人が多いと思うんで、そうですね、だこのままマフラーオンオフできたら一番いいかな。まず、うん、はシートのもう微調整だけどしたい、シートはしたいですね。ポジションを少し下げて、うん、でもまあまあスポーツ走行されてる方も多い車種でしょうから、多分ローポジションのシートレールとか出てるんでしょうね、おそらく。ありそうな感じするけどね、はい、調べてないからあんま適当なこと言えないけど、そうなんですよ。まあでもおそらく出てんだろうなって感じですね。ただその時にこのシートが使えるかはちょっと分かんないですね。確かに確かに確かに。まあなんだったら丸ごと、僕乗らせてもらったのは確かシート丸ごと変えてあって、ああなるほど、そうレカローのフルバケになってたのかな。あそう多分出てます、ね、ポジション低くてマニュアルで、うん、あとはやっぱりオーバーフェンダー数ミリだけどついてる分少し引っ込んで見えるんで、はい、まあ、その辺も少し調整してスペーサーないしで少し出してあげてもいいのかなっていう、うん、いやマジで警戒警戒ですね。車に対して怖いとこがないですね。でもそうだね、うん、ブレーキ効くしね、はい、全部が分かりやすくて、ただドアは少し怖いですまあまあまあ車ちっちゃいね、側面衝突されたらどうしようかなっていう、はい、少し分かんない、この内装で騙されてるのか、この開けた時のドアの重厚感ってめっちゃ重要じゃない、はい、まあ、なんか、ね、面積も大きいですからね。ドイツ御三家ってなんか、まあ、それぞれメーカーのこのドアの閉まり方は違えど、ベンツだったらちょっと昔のベンツだったら金庫みたいなガシャってしまったりとか、はい、アウディだともうバーンってしまったりと か、 なんかそれで得られる安心感があるけど、これちょっと大丈夫かなっていう、そこまで確かに正直言っちゃったらないですよね思います、はい、ただまあもちろんその欧州の、はい、うん、企画で作ってますから、まあ、その辺は当然問題ない、はい、精神的なものそうですね、ちっちゃい頃に乗ってますからね。あとびっくりしたのがね、ミッションが意外になんていうの、出足のギクシャクとか感とかはないの、はい、うん、そうですね、出足は大丈夫ですね、全然だクリープしない分こうその探る最初の出足だけ、うん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 、でも慣れちゃうと全然って感じですね。分かりづらいこともないですし、まあ多分車車体が軽いのもあるのかな、うん、なんだったら本当に今撮影車で乗ってるティガーの方が出足はもうちょっとこうあグッグって感じが、車体軽い分だからもうスッて車が出てくるから、そうですね、この車体に対してはトルクもしっかりありますもんね。音がなんかすごい音のやる気すごいですよねバフンって、いやー最高の車だった。いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。このエキゾーストでもいいですよね、ハマる人ハマるふざけてるよ、しょっとじゃあ最後になりますけども、はい、やっぱりこのメーカー純正改造車とも言うべきこの存在ってやっぱりいいなっていう超楽しかったです。再確認します、はい、そしてもうこのサイズだったら、はい、持ってても困んないじゃないですか、うん、そうですね、本当にスペースさえあれば、はい、本当に邪魔にならないですし、特に都内なんかの日常の足にも、うん、オートマだと乗りやすさもあると思います、はい、ぜひぜひそんなの求めてたぜっていう方は、うん、
池田君までお問い合わせ軽快に。そうですね、もう踏み切って走りたい方でもおすすめできるのかなと思います、はい、お問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで今回はアバルト695セッタンとアニベルサーリーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。